富士っ子の商品にプラスチック片が混入していたことが分かりました。富士っ子が全国でおよそ60万個を自主回収すると発表した対象商品はおかず畑おばんざい小鉢シリーズの3商品で、縦1センチ横3センチほどのプラスチック片の混入が5件確認されているということです。社内調査で商品容器の一部だと判明しました。工場の機械トラブルが原因とみられています。